お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらね、釣り人チャレンジが来てますので、こちらをねやっていきたいなと思います。で、一発ちょっとついちゃったんですけど、それはねちょっと見て見ぬふりでお願いします。発症すればトリトンもらえて、あとはトークンとかいろいろもらえるというわけで、ぜひねクリアしてみてほしいです。で、川の真ん中にトリトンがいて、まあ自分のユニットもですし、相手のユニットも、まあ陸ユニットですね、を毎回引っ張るというようなやつで、前にもねこんなチャレンジが来た覚えがあります。というわけで多分皆さんも見ればねわかると思います。で、デッキなんですけども、まあラバルですね。結局ラバルで、もう一個紹介しようと思うんですけど、一旦ラバルの話をすると、まあトリトンがいるんですけど、トリトン結局陸にしか対応しないので、まあ空飛んじゃえばただのクラロアって言ったらですけど、普通のね、まあバトルモードと変わんないので、まあラバルが間違いなくこう安牌でね強いですし、使いやすいのかなと思います。で、まあラバーとディガーとインドラとか、さすがにウルトラも多いので、もう一個が、キョスケクローンですね。で、ダクネもウルトラなんですけど、多分なんですけどラバーが多いです。はい、まあこれは多分ですとか僕の勝手な予想なんですけど、普通に何使ってた時にラバーを使って、またクローンも、なぜかというとクローンラバーに強い、多分てか、まあラバーに強いですね。この方はラバーに強いのと、まあ、あとはクローンはこうタワーとか HP1 なんですけど、作られるやつがトリトン引っ張られてもダメージないんですよね。そう、今回のトリトンはただ引っ張るだけなんですよ。ほんとただ釣りしてるだけなんですよ、あいつ。なので、まあ、別に引っ張られても何もね、そう、悪影響がないこのキョスケクローンね、使っていこうかなと思います。で、さっき負けちゃったんですけど、なんかポイズンが謎に多いですね。本当にクローンバレてんのっていうような、まあラバも多いんですけど、まあ、そんな感じでこう、まあいろいろ型も試しつつね、これがいいかなと思いました。というわけでやっていきます。よいしょ。で、キョスケダクネムーと組んじゃえば基本的にはタワー折れます。基本的には。で、前半だとそこまで組めないので、まあキョスケダクネプラス、まあスケバレとか組めればいいかなと思います。あ、普通になんかルート強制せずに行っちゃいましたねと。で、こう毎回ね、こう一体引っ張ります。で、引っ張ったユニットはもう用済みだというわけで、一回引っ張ったやつはガン無視されます。で、多分僕のムートはまだ引っ張られてないので、この後引っ張られるんじゃないかなと思います。はい、こんだけですね。本当にトリトン、それいるかお前って感じなんですけど、一回引っ張りますね。一回引っ張ったユニットはもう引っ張らないというのを、まあ、覚えておくのは大事かなと思います。で、なので、こういうのとかも、なんか、基本的にユニットが真ん中の辺に集まってくるんですよね。なので、ユニットを真ん中のあたりに出しとくと、クローンかけやすいかなと思います。うわ、なんかすごい。これ絶対相手、きついぞ。エレキもウィザードも裂きましたからね。なんかスケバレとか、こう、端っこから出しやすいっていうか、出すじゃないですか、普通は。なんですけど、キョスケもね、ダクネも、こう、真ん中にね、引っ張られちゃうんで、基本的に真ん中ら辺に出しとくと、クローンね、かけやすいかなと思います。あ、出た頃。引っ張られるだけやり、引っ張られるだけね。1ダメージぐらいあればいいんですけど。そしたら、やりこぶ無視できるんですけど、まあまあまあ、ここはね、ムートに頑張ってもらいますと。いうわけで、キョスケダクネムートを組みたいですね。手札が、なかなかそうならないので、ちょっと待ってますが。さあ。キョスケダクネですね。で、しっかりダクネの前にキョスケを出しとかないと、ダクネだけ引っ張られて、なんかダクネキョスケの形になったり、なんかいろいろね、大変になっちゃうので。さあ、で、この後もダクネがしっかり引っ張ってくれますと。で、ウィザード言いましたね。ウィザード。ウィザードって、クローンデッキをしたらマジ天敵ですよね。で、まあ、ムートも追加してあげて、よいしょ。で、なんならスケバレも追加してあげて、さあさあさあ、もう多分ね、止まんないんですよね。形をしっかり作れば。で、ここにクローンして、マジで。おるおるおる。ここでクローンしたら、もう、パーティー。よし。いや、これですね。あー、お前。何やってんだ。ちょっと待って。今、ムート、ね。普通、ちょっとあんまないですね。クローンされたユニットがトリトンで引っ張られて、端の方に行くっていう。しかも、普通のね、バトルだったらダメージが入るので、やっぱり、そう、処理されたりするんですけど。クローンユニットがただただ引っ張られるっていうね。ちょっと今の。なんかたまたまそれでキョスケの爆破が入らないとかあったらすごい悩ますよね。引っ張られて。
まあ、そういうのもね、まあ、たまにあると思うんですけど、まあ、クローンここ逆にね散らばって引っ張られてとかいろいろあると相手もなかなか防衛がね難しいと思います。普通にユニットこっち行ったのに引っ張られて巨スケの爆弾がこういろんな場所に落ちてとかそういうこともねあると思うので、というわけで2回目はデッキちょっと変えてこっちのねラバル、これも強いと思いますね。なぜならトリトン暇するんでね、トリトン、いやマジで相手何も出してこないですね。このトリトン処理したいな、ちょっとかわいそうなんですけど、まあバーバリアンとかには引っ張られますね。しかも5体がね全部1体1回ずつね引っ張られるんですけど、相手すげえ何も出してこねえな。インドとスケバで気持ち取っておきたいので、まあなんとなくババセパでね様子見ていこうかなと思います。寝てんなお前、これ絶対寝てますよこれね。でトリトンが全部1回ずつ引っ張ります。なのでババのこうなんか並び方がおかしくなるんですよね。俺お前一番前いたじゃんみたいな、いやお前後ろいたから後ろ行けよみたいな、こう順番がねすごい変わってなんかね喧嘩起こっちゃいそうなんですけども、さあラバル、あこれもう本当に何やってんだこれ、動画潰しですよこれマジで。カットするのもめんどくさいので、めんどくさいって言ったらあれですけど、まあしなくていいですね。これでラバルで勝ったっていう、まあトリトンがこう活躍しないですね基本的には。ラバルだと全無視できるので、しかももともとねこうここ最近流行ってたラバルでデッキパワーもすごい高いので、まあ超おすすめですね。カード揃ってる方はぜひラバルの方が簡単に勝てるんじゃない、まあ、クローンも簡単ですけどね。はい、というわけでもう一回ねこのラバルやろうかなと思います。で最後クローンかな、トリトンゲットできますね。今トリトン強いですからね、結構まあ結構使われてるなんか万能なカードですね。というわけでザップで回して、はい、ペイ、さあいじめ、ただのいじめ。さあラバですね、だからやっぱラバ多いっすね、間違いなくラバ、ラバゲーっすね。よし、なので巨スケクローンも超ありっすね、超あり。インドラね、インド欲しかったんすけどインドないので、まあ一回スケダルで防衛しつつバルーンもつけちゃいたいですね。ラバクロか、これ一回ディガーだけ飛ばして、ライトニング、これ多分、まあまあもう、いい防衛しますね。ライトニング、ヤナミザップ。でも僕は、これヤナミで、ピピピン。さあ素晴らしい。で、縦の選手を、タラタラトリトンが引っ張る。あ、引っ張んない。これは美味しいですね。インドラあるので、なんならこのカウンターに、バルーンをつけてもいいんですけど、バルーンをつけてもつけなくても、一旦相手はこのインドラに防衛何か裂くんですよ。で、そしたらそしたらこれをエリアードとして、ケツからラバル組んだ方が、形としてはね、強いとね、思うので、一回待ちますね。これが、ね、でかいですね。次、今相手はコウモリなので、コウモリアナームライトニングザップ。コウモリ速攻ザップパーンやっちゃって、まあ、スケドラ追加でもいいんですけど、まあ、ラバルのコウモリザップパーンで、壁そうですね。で、あの、ライドラは結構厄介なので、ディガールだけ取っちゃいますね。で、後ろ向きね。後ろ向き。後ろ向きは感電しないんですよね。あ、しちゃうか。バルーンに。おー、待って。全部に感電しちゃった。めっちゃいい防衛するじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。ディガーの位置甘かったですね。もう2マスぐらい奥にしとけば、多分バルーンにも感電してなかったとね、思います。で、ここバルーン来ても、スケドラかな。守れそうですね。まあ、来なければ来なければで、もう一回今度インドからラバル組んで、まあ、じゃあラバインドか。インドの厄介ですが、まあこうもうバルーン組んでいっちゃいます。先に一本折っちゃいたいですね。で、コウモリ処理嫌な目で、ライトニングボーイがワンチャン来る。いや、来ない。OK、チェーン外れろ？まあまあまあ、バルーンが届け。バルーン通る。いや、でかいですね。インドで焼いて、やな、ザップ使わなくていいですね。多分左サイドに、あ、来ました。右サイドに来ましたね。左サイドに来ると思ったんですけど、右サイドだったので、ここは一回完全防衛して、で、あとディガー2周とかですね。まあ一旦バルーンディガーで行きたいですね。あ、まあどっちでもいいか。どっちでもいいか。バルーンディガーで多分コウモリが出てくる。コウモリ出てくる。やばい。やばい。やばいやばい。めっちゃいい墓石置くじゃん。待って、ヤナアメライトニング？おい、相手もバルーンのね、爆破を入れまいとね、必死ですから。当たるー！ナイスー！さあ、
というわけで、まあ、ラバル対決ですね。ラバル間違いなく多いと思いますけど、今回のこの相手もクローンで勝てると思うんですよね。よいしょ。さあ皆さんね、どっち使いますか？ぜひ、なんか他にね、いやこのデッキめっちゃ強くねとかあれば、ぜひコメント欄で教えていただきたいですね。なんか前そういうのがあって、確かに思ったんですよ。なんか意外と気づかないんでね、僕らも。なんか、こう、見た時に、まあ、まず最初にラバル絶対強い。で、黒もまあ強いなと思いつつ、他にももっとね、最強があるかもしれないんで、教えていただけたら、それはそれでちょっと嬉しいですね、というわけで、これは許容と許容しましょうか。ああ、ずれろ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 、ずれる。待って待って、本当に、そのずれ方、いいんだけど、いいんだけどみたいな。これ突破できないかな。いけ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 、頑張れ。おう、殴った。キョスケ怖っ。さあさあさあ、ああ、そして、透明のキョスケが、ああ、お前。あ、でも、爆破で、いや、いいですね。いや、ワンパン。インフェルノタワーの竹をなんかね、トリトンで引っ張られて、竹を取ったんだけど、なんか、ダクネと前後ろが変わって、なんか、たまたまね、ラッキーですね。本当に。そういうなんか、事故をね、こう起こしてくれるのが、このクローンかなと思います。さあ、で、コウモリでスケバレ止めちゃいます。お、すごい今の。そんなことあるっていうな。で、後ろからしっかり組みたいですね。後ろから巨スケ、ダクネ、ムーと組めれたら、マジで止まんないですね。よしさ、というわけで順番変わっちゃうので、早めにね、巨スケダクネ咲いて、これで、しっかり整列してくれますね。で、なんならムートも出して、で、デリバリーがあるので、一回クローンを待ちたいのと、矢の雨でもいいのかな。吹き矢処理したら、相手結構防衛ニットがない、ない気もしますが、このムートをどう受ける？え、ですね。いいですね。で、トリトンが引っ張って、ムートがめっちゃ刺さる。え、めっちゃ活躍するじゃん。俺の味方？さては。こいつ。なんかクローンだとね、全然、そのトリトンが嫌じゃないですね。いや、このコカちゃんちょっと痛いですが、まあ、スケバレだけつけて、まあ、あと吹き矢とデリバリーかな。とか、ま、いろいろ防衛されると思うんですけど、インフェルノタワー使ってくれたのはでかいですね。で、ここの相手の、正直、スケバレに矢の雨は使わなくていいかな。許容して、いや、使います。バレルも来たので、さすがにこれは使います。で、相手ロケットとかもないので、これはもうなんか組んじゃいたいですね。組むだけ、組むだけゲーミング。で、コウモリに竹行ってるので、ここをさらにコウモリで受けつつ、奥。デリバリーがあるが、オッケーオッケーオッケー。デリバリー落ちた後のこのコウモリがやっぱいっぱいピヨピヨしちゃうんですよね。それがね、いや、多いな。多いな、思った以上に。それが止まんないですね。なんかクローンデリバリーきつい感ありますけど、案外デリバリーにね、強いと。いうことで、いやー、素晴らしいですね。インフェルノタワーのこの枯渇、よーく考えたらめっちゃきつないって思ったんですけども、なんか意外とね、勝てましたと。いうわけで、ぜひともね、皆さんトリトン、常にね、ゲットしてみてくださいと。いうわけで、このね、キョスケクローンとこちらのラブル、お好きな方ね、お使いください。ご視聴ありがとうございました。お使いちゃんでした。まだね。